バッターは村上選手、世界一、世界一、右バッターがアーロン・ジャッジ。アーロン・ジャッジと並ぶってもうここが優勝したら盛り上がるのかなっていうふうに、そっちを考えます、そっちを考えてしまう。じゃあ大キータナーカーズアスリートチャンネル、スポーツ愛する皆さん、こんにちは。田中大輝のアスリートチャンネルです。さあ、今回もですね、立山さんと久保さんにたっぷりお話を伺っていきたいと思いますが、はい、このままヤクルトが行くかどうか、阪神が来るのかどうか。さあ、そこから行きますか。はい、2人のね、古巣でもあるんで、はい。確かにね、そうね。まあ、僕は正直言うと、今シーズンの開幕前の、はい、予想は、ごめんなさい、ヤクルト2位なんですよ。ヤクルト2位、阪神を1位にして、ヤクルト2位で自分の当たってるようなもんじゃん。 YouTube のチャンネルで、それは、まあ、もちろんヤクルトスワローズに2年連続日本一になってほしいっていう思いはあるものの、うん、はい、去年の、月間の勝率っていうのはずっといいところで推移していて、なるほど、だからいい意味で負け方を知らないから、もしもう大型連敗になった時に、はいはい、誰がどの選手がチームを救ってくれるんだろうっていう、その勝ちに転じられる勢いを持った選手が誰になるのかっていうところが見えないっていうところと、そこは青木、まあ、もちろん乗り近たちがいてもですか、いてもだけど、じゃあ一人でなんとかできるのかっていうのもあるし、まあ、あとは延長戦に入るっていうところで、まあ、去年本当に、まあ、ピッチャー陣の使い方がすごく的確にヘルシーで素晴らしい系統、まあ、勉強になるなっていう系統だったけど、延長戦になったらどうなるのかなっていうのと、そこまでの登板方のところってどうなんだろうっていうところと、まあ、そういったのを踏まえて、ここの立山翔平チャンネルの最初の方にここで書いてあるんで、はいはい、っていうのを本当にやってて、結構ね、通算やってくれてますね、ヤクルト分析を、まあ、もしかしたら負けが込んだ時に誰かこう、なんていうんですかね、みんなで勝ちに転じられるような勢いが出なかった時、怖いなっていうような思いがあったけど、まあ、本当にコロナがあり、大量離脱があり、はい、オールスターブレーキを挟み、あの辺でもう7月の勝率がすごく悪かった、ね、逆に言うと6月がすごく勝率が良くて、交流戦も歴代最高勝率で勝って、でさあここからっていう時に、こう今7月が大変だった時期の救世主の村上選手、どうですか、うん、すごくない、すごい、22歳でしょどういうこと、大谷翔平というバットもすごいじゃないですか、うん、同じ左バッターでは、うん、やっぱタイプ違って、違どっちがすごいんだろうと、22、3歳時点ではってよく僕思うんですよね、はい、入団4年目、うん、3年目4年目の時の大谷翔平選手と今の村上選手比べた時に、数字的にはまあ。で村上選手は二刀流やってないですけど、やってない、でも数値的にはものすごい数字出てるじゃないですか、出てる、僕はもう本当に世界一怖いバッター、左バッターは村上選手、世界一、右バッターがアーロン・ジャッジ、アーロン・ジャッジと並ぶってもう右左でもうそのレベルじゃないかなと思ってへえ、ということはじゃあメジャーにも行けるということ ですか、そこは本当に数々のスーパースターが挑戦してあまり成績を残せない方もいたじゃないですか、まあそうですね、っていうことを考えるとちょっとどうなんだろうっていうのはもうそれはもう 別次元の問題、日本での活躍イコールではないということですね、メジャーリーグ、うん、ただやっぱりね、右のアーロン・ジャッジ、左の村上宗隆、はい、っていうような自分の中で見方なんで、なるほど、3打席でああそっか、そんなもんか、まあジャッジもやるもんなみたいな、まあ、だから本当に彼がこのまま救世主になり続けてくれることがやっぱりチームのこう正常通常運転に転じられる一番の要因になってくるのかなというところが、なるほど、ね、まあ、一応キーポイント、いかがですか、どうですか、久保康友的には阪神ヤクルトどう見てますか、すごい、まあ、あんまりちゃんとは見てないから何とも言えないけども、まあ、ゲーム差的に見て現実的に考えると、まあヤクルトの場合はまあ1勝2敗、まあ、調子が悪い時に1勝2敗でいけば全然 OK な部分、うん、まあ、キープしていけばね、でもその2位以下 のタイガースとかは要はもう直接対決は3連勝せんとダメな立場になってるから、ね、はい、やっぱりどうしても厳しい、まあね、見てて外から見てると、うん、まあ、中でやってる選手の雰囲気はちょっとわからないけども、うん、この変にベテランが多いと意外ともう雰囲気でさせてしまって、このままヤクルトってなってまうけども、でもその
タイガースの今のところはすごい若い選手に成り立ってるから、ね、そういうこと多分考えずにやっていけると思うんだ。ベテランがいない方がそういう あの雰囲気が変にならないから、なんか若いやつがもうイケイケで調子いいやつがガンガン行って、知らない間に要は追いついてる、でプレッシャーかけてヤクルトがどういうふうに焦ってくれるか、変に普通にどっしりやれるのが一番嫌やから、やっぱり下から やった勢いがあって、ビビらすぐらい あの雰囲気も良くてっていうので最後ちょっと見てみたいなって、なんかこのまま、まあ、順調に行き過ぎるとやっぱり、第三者からするとやっぱ面白くない見てて、5ゲーム差ぐらいまで来たりすると、ただ阪神はもう捨てるものないじゃないですか。大型連敗、下から来たものがやっぱり強いと思う。まあもしかしたら最後1ヶ月ぐらいで5ゲーム差ぐらいになってたらすごい展開になってきそうな気はしないですか。8月がまあ本当に6連戦が続くのと、うん、これでコロナで、まあ、ジャイアンツが今ちょっとダメだったでしょ、はいはい、試合ができなかったってことはジャイアンツに投げる予定だった選手の A チーム全部つぎ込めちゃうわけ。あ、そうか、なるほど ねそこの試合がなかった、はい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 、ってなると、もうおそらくこう順位とかもなんかすごいシャッフルされそうな気もするし、なるほどね、もうちょっとした展開で、まあ、可能性としては10、ね、なんとか7は切りたくないと思ってるはず。7切っちゃうとその1週間で6連勝6連敗で追いついちゃうとかっていうような、まあありえないかもしれないけど、ありえることもありえる。7だとその週1つでも勝っとけば絶対追い越されないしっていうのがあるから、まあ7までは行きたくないはず。7ゲーム、7を切ってくるともうドキドキ。意識するかな、やっぱり。いや、するでしょう。そうね、やってる方はするよね。するよ。外から見てるとまだまだあるやって思うけど。そうなんだ。そうそうそう、外から見てるとすっげえあるなと思ってても、やってる方は選手がすると7ゲーム、6ゲームって意外とあれ来るかもってなる。まあ、本当にあとは、ね、試合数を残してる、まあ、中日が本当に今、試合数、はい、まあ、勝率も良くないっていうところもあるし。はいはい、いや、いいゲストですね。ヤクルトと阪神の OB をお迎えして。これでも阪神優勝してほしいですか、やっぱ久保康子的には。まあ、お阪神をちょっと意外とそのどこかを応援するっていうのが昔からあまりなくて、まあ阪神 OB としてはその要は阪神が盛り上がってくれた方が、まあ地元としてもいいと思うんですけども、まあ、その球界としてはどこが優勝したら盛り上がるのかなっていうふうに、はい、そっちを考えてしまう。じゃあ阪神来た方がいいってことね。来た方がやっぱり、うん、やっぱり球界的にはそっちの方がいいのかなって。これは面白いですね。どうだろうね、分かんないですね。阪神はでも投手力という点でどっちですか。ずっと安定してる。いや、投手力、先発中継ぎ合わせてもやっぱり今阪神がすごく阪神なんだ。あるから、もう本当にあの西投手、青柳投手は打てないからね。練習しようがないから、ね、あそこは多分当ててくるわけですね、これからヤクルト戦に関しては。まあ、今は本当に、表と裏で一応カードの頭で多分分かれてると思うけども、はい、まあ、いろんなことがずらして、ね、あればやっぱそこに全集中くるかもしれないし、まさかこれでジャイアンツ戦残り試合ダブルヘッダーありますとかになった時にそこで優勝かかったらもうすごいことなんだよね、うんうん、ダブルヘッダーでも本当このまま行くとある可能性高いという可能性はね、うん、あるとはいえやったことないし見たこともないから。いや、そうですね。ぜひ皆さんのコメント欄いただければと思います。はい、アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。